2時3時所属新人バーチャルライバーの倉持ゆめるとです。お願いします。やばい手の震えが止まらない。よろしくお願いします。もうマジで緊張してる、やばい。倉持の拳見せちゃおっかなと思ってこんなものを用意してみました。いけるかな、ドン、じゃーん倉持めるとみんなと早く仲良くなるために初配信で瓦20枚割ってみたチャレンジということで、して行くぞ、割るぞいきます。ちょっと集中ですね、いくよ。緊張したちょっとね、今マネさんにですね、写真を撮っていただいております。なので写真だけちょっとめちゃめちゃクオリティの高いものなんですけど、倉持スタジオ初配信なのにスタジオを借りてね、あ、写真来ました、ありがとうございます。よいしょ。それじゃあドン、が大好きで、大好きなものが似合う女の子になるべく日々の努力を忘れない手に持ってるクマはルネ21歳で、身長154センチ、職業は大学生がメインでやってて、あと呼んでもらった時だけね、アクセモデルをさせてもらってます。はいね、だからかっこいい黒持ちをね、いつかみんなにね見てもらいたいなって思ってるんだけど、はい。ということでね、続いて誕生日さ、ちょうどではないんだけど、昨日から4ヶ月後の5月19日、これボクシングの日なのよ。すごくない？倉持、好きなもの、好きなことはダンス、歌うこと、ピアノ、球技、ネイル、ガチャガチャ。ゲームはね、マイクラ、アーク、アクション RPG、シミュレーションゲーム、オーバーウォッチ2って書いてあるんだけど、マイクラめっちゃ好きで、ルネこのルネと出会ったのはフランスにね、アクセサリーの展示会を見に行った時に出会ったぬいぐるみなんだけど、フランス語で倉持さ、月がめちゃめちゃ好きなんよあ、ごめんねそう、月がめっちゃ好きで、で、フランス語で月ってなんて言うのかなって思ったら、なんかリューヌって言うらしいんだけど、倉持が呼び間違えてルネって呼んでまず1つ目、得意不得意関係なくいろんなことに挑戦するということで、そして2つ目、歌って踊って体もある。最後ね、楽しいことだけじゃなくて嫌なこともみんなが倉持と笑い飛ばせるように活動するということで、で次はロコちゃんの初配信なので、カブラキユエンチ過去仮代表取締役兼園長予定、カブラキロコです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆様が今日から働くことになるこのカブラキユエンチ過去仮、企業理念がございます。何かって言いますと、はい、これ人に感動を与える。これは来てくださるお客様はもちろん、働いてくださる皆様も例外ではありません。まあ、基本給は10万円となっておりますが、頑張り次第でアップしますので、基本的にはやる気と頑張りが評価されれば上がっていくと覚えておいてください。まあ、明るく楽しく前向きに頑張っていきましょう。ちなみにこの頑張りっていうのはカブラキの主観になっておりますのでね、皆さんぜひぜひカブラキにハマりに来ていただければと思います。魅力的な園長、まずこれよな。最後にして最大のポイント、園長、つまりこのカブラキ色かな、魅力ですね。みんなカブラキ遊園地カッコ借りで働きたいって思うんですよ。よろしい？そう、たくさんあるので、順番に紹介させていただければとは思います。いくか、まず1つ目、なんといっても顔がいい。この一回左の写真を見てほしいんですよ。これ真顔なんすよ。これみんなから見て左ね、こんな顔の女子がいるとあっちゃ毎日のお仕事も楽しくできちゃいますよね。だってなんかいいことしたらこんな
この笑顔で褒めてくれるんですよ。やる気出ちゃうよね、わかる。皆さんはここで働けない。なぜか鏑木遊園地かっこ仮はまだ存在してないからです。今まで見せてたやつ全部幻、嘘。ああ虚無虚無。レポ、これ視察の最たるものですね。いろんな経験したり、いろんなところに行ったりして、そこで何があったかを、鏑木絵とか好きなんですよ。イラスト描いたりするのが好きなので。ゲームも立派なエンタメ、やっぱエンターテイナーになりたかったらゲームを避けて、でゲームもいろいろ経験していきたいと思います。鏑木は企画が好きなので企画をたくさんやります。ちょ待って待って待って、どこ行くの、どこ行くのねえ、話してるって言ってんじゃん。ねえおい、まだ話が終わってないのにドアを開けたらダメだって、さっきも話したばっかりじゃん、バカ。1、2、3、4、ししどうあかりです。イエーイ。うわーやばい、緊張する。みんなはじめまして、よろしくね。年齢はね、20歳です。20歳です。お酒飲めます。次、身長は149センチです。はい、誕生日は7月31日の獅子座です。お願いします。みんな覚えて帰ってね。次、出身はバーチャル田舎です。電車もコンビニもお店も近くにない田舎っ子です。で、職業は今はニートです。で、性格はうるさい、人見知り、やりこむマイペース、うどんとお寿司と果物が好きです。まずゲームと猫が大好きです。ゲームが好きなんだけど、ゲームはね、バロランとエイペックス、オーバーウォッチ、スプラトゥーン、ジャンタマとか、特にFPS かな、 FPS とか、まあいろんなゲーム好きだから、いろんなゲームやりたいなって思ってます。あとね、最近はねタルコフ1週間前くらいに始めてちょっと勉強してる。晩酌、おうち、旅行、お菓子作り、メフィー、可愛いもの人が好きです。ちょっと全部できたらパチパチしてください。緊張しすぎてできなくてもパチパチしてください。ちょっと少しだけ練習してきたからできるはずなんだけど。もう無理とか言うなよ、そんな最初から諦めんなって。任せろよ、練習してきたんだぞこちとら。はぁ、よし、まあ1個目からいきます。あいおよわお、あいおよわお、過激ごげごかご、いけますね、これは、これは完璧にいけます。いきますよ、はい、いきます。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、完璧やんけ。はい、行きます、行きます。東京都特許許可局局長、東京都特許許可局局長、東京都特許許可局局長。あ、あかり的なね、チャームポイントはですね、ちょっとこれ大きくしていい？はい。あ、見えるよみんな、これ、あ、このね、刃が可愛いでしょ。バイバーイ。